皆さんこんにちは。株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日ですね、緊急で動画を今撮ってるんですけども、新型コロナウイルス経営対策というテーマでお届けしたいと思います。だんだんですね、新型コロナウイルスもこう全国に広まっているっていうかですね、つい 2,3 日前こう新潟市で1人目の感染者が出まして、次々と出てもうすでに5人まで広がっているということなので、いやこれはですね、経済にもですね、もう 2,3 週間前から相当影響を与えているわけなんですけども、なんか経営者としてじゃあどういうふうに対応していったらいいのかっていうのを今日お話ししたいと思います。それでこういうね、ちょっと経済がもう停滞してますよね。まずですね、大きなイベントがどんどん中止または延期になっている。そして経営者団体だとか、まあね、いろんな趣味の団体だとか、そういう人たちの、まあ、宴会とかね、そういうのがあるわけですよ。またこの時期なんで総会なんかが開かれている団体も結構あります。まあそういうものがまた中止になっていくと、まあね、飲食業もどんどん影響を受けているっていう感じになっております。さらに建築の方に目を向けてみますとですね、中国で、まあ、製造してるとか、あと部品を作ってるとかね、例えば TOTO のですね、ウォシュレットとタンクの一体型、まあ、ちょっと高級なやつなんですけども、それは全部中国で作ってるそうで、今全くこう日本に入ってこないと。ということで TOTO さんも、まあ、受注はもう全然してないですね。いつ入荷するかわからないって状態です。まあそういったのが結構あります。あとね、ビルトインコンだったか IH だったかね、なんかそういうのもね、もう全くちょっと供給ができない状態だということなんで、リクシルさんだとかタカラスタンダードさんとかね、そういうふうな、住宅設備の人たちもね、非常に困っているってことは、そこの、商品を仕入れてる例えば工務店さんはリフォームとかの受注をしても設備がないんで工事ができないわけですよ。なんかこう宙ぶらりんの状態。じゃあいつになったらできるんだって言っても先が全然見通せないって感じです。その他アパレルも中国で製造してるのが非常に多いので、あれは先月のもう20日ぐらいの時に、私富山のアパレル関係の企業行ってきたんですね。繊維とか、服を作ってる。そしたらやっぱり中国から製品が入ってこないんだと言っていました。どんどん遅れてるんで、なかなかリリースできないっていうようなことを言ってましたし、とちょうどその席に化粧品関係の方がいらっしゃって、メーカーさんが、なんかまあハンドクリームをね、早くリリースしないといけないんだけども、ハンドクリームのパッケージってあるじゃないですか、入れ物容器、それを中国で作ってるんだけど、それが入ってこないんでなかなか新製品としてリリースできないとか、まあそんなことはもういろんなとこからこう聞いてるわけなんですね。で弊社のクライアントさんもこう聞いてみるとね、やっぱり相当な影響を受けてる。じゃあこれは私コンサルタントとして何かね、有益な情報をお伝えできることはないかというので、今日こうやって動画でですね、お話をさせていただきます。まずこういう時代なんで先が全く見えないですよね。この新型コロナウイルスが収束するのは今1ヶ月先なのか2ヶ月先なのか3ヶ月、それとも半年なのかっていう。で半年っていうか、まあ3ヶ月先ぐらいまで行っちゃうと、東京オリンピックって本当に開催できるのっていうね、そこまで行っちゃうとは思うんですよ。じゃあこんな経済が停滞してるとき、じゃあ経営者としてどういうふうに対処したらいいかっていうと、まずは現金をとにかく持つっていうことですね。うん、預貯金っていうのかな、現金さえあれば会社っていうのは潰れないので、うん、土地とか商品の在庫とか山のように持ってても、それが資産になっても現金ができないとどうしようもないわけですよね。社員に商品配るわけにいかないので、まあそんなことで、まず現金どうするか、それで現金の作り方っていうのかな、それをちょっとお話したいと思いますけども、まあ、よくある話で言うとですね、売掛金がある会社はまず売掛金の回収を早めにするってことですよね。うん、まあ事情を話して、まあいつもはね、来月の20日なんだけど10日とかね、まあ今月末に支払い してもらえないだろうかっていう、まあこれよくある話ですよ、売掛金の回収っていうのは。で次に考えられるのは、仕入れ交渉です。仕入れ交渉、
まあ、部品でもね、材料でも製品を仕入れてるところでもいいんですけども、もう少しなんとか安くならないかと。で、今消費したものがなかなか動かないと思うので、まあ、交渉次第によっては安く仕入れることができるかもしれないという話です。次はあんまりやりたくないんですけど、支払いの先延ばしってもね、これはもうね、資金繰りが怪しくなってくるとやっぱりやるわけですよね。毎月25日に支払う約束なんだけど、ちょっと1ヶ月遅らせてくれとかね、まあ、そうやってなるべく支出を抑えて現金をプールするっていうことです。でもう一個が、ファクタリングっていうですね、売掛金を買い取ってくれるとこがあるんですね。まあ、ただこれは審査がありますので、全ての人がうまくいくとは言えません。まあ、これに関してはネットで調べてみてください。いっぱい情報が出てると思いますので、仕組みからね、まあ、そういった売掛金を買い取ってくれるところがあるというね、それで現金化していくっていうのも一個の点で、最後はやっぱり金融機関からの借り入れでしょうね。まあ、ただこれはある程度健全な企業でないとなかなか借り入れっていうのは難しいと思いますけども、まあ、そういうのも方法として残されています。でここに来てですね、こう活用できそうなのがですね、出てきましたね。はい、ちょっと紹介します。こちら、これは昨日とか、まあ、なんか出たのかな。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例対象を拡大しますっていう書いてありますよね。それで、まあ、これはね、ですね、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主をこう対象にしているものなんですね。はい、で以下のような経営環境の悪化については経済上の理由にあたり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成の対象になりますよってことなんです。で経済上の理由の例としては、取引先が新型、コロナウイルス肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合、いいですかね。で国や自治体などから市民活動の自粛要請の影響により、外出などが自粛され、客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合、いっぱいありそうですよね。最後が風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったため事業活動が縮小してしまった場合ということですね。まあまあ、こういうのにこう当てはまっていくとですね、この雇用調整助成金のね、もしかしたら受けられるかもしれないということなんですね。はい、ちなみに雇用調整助成金というのは何だかって言ったら、今言ったような経済上の理由ですより事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者、まあ、従業員に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に休業手当とか賃金等の一部を助成するものということですね。これ詳しくこう書いてあります。これは厚生労働省ですね、あと都道府県労働局ハローワークなんかに行くと詳しい情報が分かると思います。まあ、こんなものがあります。次紹介するのがこれがいいのかな、ちょっとお待ちくださいね。はい、こういうのがあるね。あ、これはどうなんですかね。時間外労働と改善助成金のテレワークコースと職場意識改善コースというね、まあ、こういうのがあります。はい、こちらはですね、テレワークの、まあ、特例コースということでいうと、新型コロナウイルス感染症対策、そしてテレワークを新規で導入する中小企業事業主に対してですね、でこういうのはテレワーク用通信機器の導入とか運用で、就業規則、労使協定等の作成変更等、まあ、こういったのが助成の対象になってですね、1企業あたりの上限額が100万円で補助率は2分の1と、職場意識改善の特例コースということで、こちらは新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主ということで、就業規則等の作成変更、労務管理用機器などの購入更新などで使えるということなんで、上限が50万円で補助率はこれ4分の3なので結構いいですよね。まあ、こういうのも出ています。こちらですね。はい、それでこれまあ国ですよね。それでですね、ここ行ってみましょうか。次紹介するのがこっちですね。
これはね、新潟市が出してるやつなんですわ。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者向けの経営支援特別融資の取り扱いを開始しましたっていうね。今日これメールで入ってきて、まあ、2、3日前からなんか言ってましたけどね。こういったものです。これは融資対象となる、まあ、事業というのは、新型コロナウイルスの感染症の影響により、最近1ヶ月間の生産額または売上高が前年同月と比較して 3% 以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の生産額または売上高が前年同期と比較して 3% 以上を減少することが見込まれるものと書いてありますね。で、最近1ヶ月間の生産額または売上高が過去10年間のいずれかの年の同月と比較して 10% 以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の生産額または売上高が過去10年のいずれの同期と比較して 10% 以上減少することが見込まれるものっていうね。ただし新潟市内に主たる事業所等を有するなど、まあ、他の要件ありと書いてあります。これは運転資金ってことで、限度額で3000万円以内ってことになっております。で、融資期間は10年以内、打ち据え置きが2年以内ってあるってことですね。で、これが2月の28日先月から、今年の、ね、12月末までを一応予定していますということで、まあ、取り扱いの金融機関もすごくいっぱい書いてあります。まあ、こういうのがこうあるということです。これは新潟市なんで、新潟市の事業所だけになると思います。まあ、このようなですね、まあ、緊急対策が一応国とか市とかでやってると思いますので、こういうのを活用するっていうのも一つの手かなと思います。これによって結構支出がですね、抑えられるとか、まあ、いろんなことができると思います。まあ、とにかく何が言いたいかというと、まずは現金ですよね。現預金を持ちましょうっていうね。まあ3ヶ月分、運転資金じゃない、まあ、で、経費、まあ、月使う経費ってありますけど、固定費っていうんですかね、まあ、それ3ヶ月分持つのか半年分持つのか、まあね、1年2年とあれば一番いいですけども、結構長い分は今回もしかしたら必要になるかもしれないんで、まあ、その辺のことは経営者なのでよく考えてくださいっていうことです。それで今ですね、特に新型コロナウイルスの影響を受けている業種っていうのを紹介したいと思うんですけども、やはりこう対人で何か販売するとか、対人で何かやってるようなビジネス、これが一番影響を受けてると思うんですね。あとは対人のサービスとかね、あとはものすごい集客力のある店舗、今日もやってましたけども、百貨店ね、各伊勢丹だとか高島屋とかありますけども、どのぐらい売り上げ減ったかって出てましたけど、 20% かね、20% 以上のところもあったかな、まあ、そのぐらいこのコロナウイルスの影響で売り上げが減ってるわけですね。まあ、そういった集客力のある店舗、あとは密閉空間のビジネスってやっぱありますよね。例えばこれライブハウスとかね、まあ、コンサートとかミュージシャンみたいなね、そういうのになりますよね。ちょっとあれはね、もう声も出すし大変だと思うんです、ああいうのは。あとスポーツ観戦ね、もうこれも人がこう集まります。で、まあ我々に関係あるとしたら、こんな時期は20、30人集めてのセミナーとかね、研修は非常に危険ですよね。あんまりそういうとこ皆さん行きたがらないので。で、船井総研さんなんかは、この4月ぐらいなのかな、新入社員研修みたいなのをこうやるんですけども、今年はなんとですね、まあ、会場に来てもらってもいいんですけども、まあ、会場に来るのが交通費かかるんで、面倒だなとかね、遠いなっていう人、あとはまあこのコロナウイルスの影響だと思うんですけども、こうパソコンでね、まああれ、あれだ、あれですよ、まあテレビ会議みたいなもんですけど、そういうので中継して、会社にいながら新入社員研修が受けられるっていうね、まあそういうのを今年はやるそうなんですね。結局なんかそういう方向に行くような気がするんですけども、それで飲食店とか美容室とか整体だとかエステだとか、まあそういうところは非常にやっぱり直接の影響をこう受けそうな感じはしますね。で、そうすると、まあ、そういうところに、例えば美容室にしますとか、シャンプーだとか、いろんなものをこう納入してる業者さんとかメーカーさんいますけど、そういうところも数が減っていくんで、どん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 やっぱり影響を受けていくわけですよね。うん。
まあ、そうやって考えていくと飲食店であれば食材の納入、食材業者さんは納入が減ってくる、まあ、お酒もね客数が減ればやっぱり減ってこざるを得ないし、まあ、いろんなことがこう関わってですね、新型コロナウイルスっていうのはこう波紋のようにこう広がっていくわけです、影響はね。それでこんな時代に好まれるじゃあ業種って言ったらおかしいです、売り方ですよね。で言ったらやっぱりネットショップ、それはまあ対面、人対人の対面で、商取引が完結するのじゃなくて、全く人に会わなくてもですね完結してしまう。でまあ簡単じゃないですか、すごく。でじゃあリアル店舗でですねどうするんだっていう話になると、このここそうですね2週間ぐらい、実は我が家はあんまりこう外出でスーパーに行かなくなったんですね。やっぱり新型コロナウイルスが怖いんで。そしたらイオンのネットスーパーですね、まあパソコンでパッパッパッって注文すると、早ければね数時間後に誰かイオンの方が配達してくれるんですよ。配達ってことは人混みに行かなくてもいいわけですよ。接触するのはそのイオンの配達する人だけなので、少なくとも人混みには入らなくて一人なんで、まあそういうのもけどいいですよね。あとコンビニだとか、まあいろんなとこもありますけど、やっぱりレジだと人対人でね対面するので、セルフレジがあるんであれば、もしかしたらセルフレジがあるコンビニ、要は対面じゃないそっちの方が好まれたりするかもしれませんよね。でその他テレビ会議、さっき言ったみたいなテレビ会議とかズームとかスカイプとかね、そういうのを使って何かできるようなビジネスね、今までは対面でやってたんだけども、だけどそういうものでもズームとか使ってできますよってあるんだったら、まあ、そういうのも非常にね好まれる、業種の一つだと思います。はい、さて、まあ、そんなことなんで、まあ我々にしてみるとですね、コテコテのアナログの営業マンは訪問なんかやっぱりやるわけですよ。で、未だに飛び込む営業なんかもやっちゃうわけなんですね。だけどそういうのは全くもって相手にとってみたらもう迷惑になるので、一旦はやめた方がいいと思います、うん、特に飛び込みみたいなね、うん、それはちょっと危険ですよね。どん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 その会社の信用を落としていくような気がするので、でそうなってくると営業のやり方もですね、訪問から電話を使ったもので、ファックスを使ったもので、メールを使ったものっていう風に、やっぱり間接的、直接人間と会わないようなやり方にシフトはどん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 していくはずです。はい、でネットショップですよ。やっぱ強いのはね、ネットでの売買取引を行われている、まあ、EC コマースっていうんですかね、そういうところをやっぱり強化していかないといけないと。そうなってくるとホームページの充実はもちろんなんだけど、 SNS での発信をどうしていくかとかね、さらには YouTube みたいな動画、まあこれも動画今撮ってますけども、その動画をどうやって活用していくかっていう、その辺も入ってくるわけです。それでアナログ系で言ったら郵送物ですよね。要は郵送のダイレクトメールとかハガキ、そういったものの販促だったりとか、営業手法ですよね。それもまた見直されると思うんですよ。はい、そうだな、もっと言ってしまうと飲食店は非常に今悪いと思うので、飲食店という仕組みは店に来てもらわないと、お客さんに、そうじゃないと完結できないじゃないですか。だけどそういうものはそういうものでいいです。だけど非常に厳しい、なかなか来ないんで。ってことは、飲食店もですね、自社のね、メニューをですね、加工食品として、商品化してしまうという手があるわけです。実際、弊社のクライアントさんでも結構そういうのはいますよね。まあ、要は真空パックに詰めたりとか、まあ、そういうことで、自社で作ってるものを要はネットとか通販でも売れるような体制にしていくっていうね、これもだから一つの方法だと思うんです。残念ながらけど美容室とか床屋さんっていうのはどうしても行かなきゃダメなんで、これはねこれでどうしていくかっていうことなんですわ。さてこういうのになってくると、もう徹底しただから予防、それはお店のですね哲学っていうか考え方として、うちの店は、まあ、これだけのことを予防としてやってますよってことなんだと思うんですよ。
例えばマスクをつける、まあそんなの当たり前ですよね。うがいも頻繁にやる、そして手洗いは一人のお客さんとですね、こうね、取引が終わったら、まあ、手洗いするとか、まあ、手袋をするっていうのもいいでしょうね。で当然除菌関係の空気清浄機もお店とかに置いてほしいっていうね。でご自身の体調管理なんかもそうですよね。でこういうのをねちょっと作ってもらってもいいかなと思って、これうちのやつなんですわ。これ読んでみると新型コロナウイルスに関しての会社の対応につきましてってことで、まあ、私が作ったんですけども、会社での対応っていうことになると、社員、パート、アルバイト、提携コンサルタント、提携営業マンやその家族、取引先などで新型コロナウイルスの感染者を絶対に出さず、感染を防ぎ、皆様の大切な方、お客様、地域の方々の命と健康を守る対応、対策をしていただくようお願いしますって、まあ、これ社員の皆さんにね言ってるんですね。で現在の報道を見ると、会社やお客様から感染者が出るとその本人だけでなく接触者を含めて業務ができなくなるとともに、社内、店内や設備等の消毒が必要になるなど、業務に支障をきたす恐れがあり、2週間程度の休業を余儀なくされる可能性がありますってね。でうちの方は場合は営業活動について、見込み客への訪問活動は3月15日まで中止します。3月16日以降は感染状況とか社会の情勢を見て、検討しますと。3番目が打ち合わせ、コンサルティングについて、すでに予定の入ってある打ち合わせやコンサルティングに対しては実施しますが、必ずマスク着用でお願いしますと。4番目が経営者団体、業種交流会などの行事、会合の参加については3月15日までは原則中止、出ない。で16日以降は、感染状況とか社会の情勢を見て検討すると、その他緊急要する以外外出を控えてテレワークで行いますということで、私生活においてもマスク、手洗い、うがいなどは徹底してくださいという、こういった会社の方針を出しています。なのでお店もですね、こういった方針を貼っておいてもいいと思うんですね。で徹底してうちは、新型コロナウイルスの、予防に取り組んでるっていうね姿勢、まあこれも大事だから、ホームページにこういったことを載せて、まあちょっと安心はなかなかできないかもしれないですけども、ないよりきっとあった方がいいと思うんですね。まあこんな感じでですね、やっていくしか今はないのかなと。そしてね、新型コロナウイルスがいつ収束するかって今のところ見えてないですもんね、増えているだけで。それがまあいつになるかっていうね、ただし収束した時にスタートダッシュできるの体制にはしておきたいと思うんですね。まあこういう時なので、既存のお客様に対しては何らかの手段、対面じゃないですよ、さっき言ったみたいに電話とかファックスとかメールとかね、そういったもので常にコミュニケーションを取っていくっていうのは当然必要なことですよね。あとは郵送物による反則とか、結局、対面であまり外出したくない、対面したくないってことになるとインサイドになるわけですよ、社内においての何か活動だから、営業活動も社内でできることっていうね、これきっといい機会だと思うんですわ。何でもかんでも外に出ていってですね、フィールドセールスをやればいいっていうものではないので、インサイドでなるべく動かずにですね、営業活動を行っていくとか販売活動を行う、そうなってくるとやっぱりさっき言ったみたいにホームページとか SNS とかそういったものの充実を図っていく必要があるってことなんですね。でそういうものの充実を図るね、今絶好の機会だと思うんですよ。まあ幸いというか不幸っていうか、まあ若干ね、こう暇になってきるんで時間はできてると思うんですよ。その時間をどう使うかなんですよ。ただね、悲観的にね考えてどうしようどうしようっていうのも、まあそれもありかもしれないんだけど、経営者だったらこの機会に、これをなんとかチャンスとして捉えることはできないかっていうね、その一個の答えがやっぱりネットですよね。ネットの強化、もうこの流れは止まらないですよ。デジタルネイティブってね言われる世代、つまりもう生まれた時からとか小さい時にお父さんとお母さんもネットショップ普通にやってて、スマホも使っててみたいなね、そういった世代、それで YouTube で見て育った世代、テレビじゃなくて、そういうのが社会の、社会に出て社会の中核にどんどん入っていくわけです。2020年から30年、この10年で。そうするとどういうことが起こるかと、やっぱりネットとかデジタルのね、それをメインでなるわけですわ。
だからなるべくそういった面倒なものを排除していくみたいなね、うん、まあ、そういう世界になるので、そういう世界になることは分かっているので、今この時にですね、特に老舗企業とかね、アナログ中心の企業はこれを絶好の機会としてほしいんですわ。で、ネットとかデジタルの方に移行するっていうね、その時間も今だったらあるかもしれないです。まあ、そんなことで、新型コロナウイルスのですね、まあ、経営対策っていうのかな、簡単ではありますけども、いくつかご紹介させていただきました。はい。これはチャンスと考えるのか、ピンチと考えるのか、経営者がどう考えるかです。ですが、チャンスと考えれば、絶対にですね、このピンチをですね、乗り切れると思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。